過失と失と態、不運が重なって加藤ミーに悲劇が起きた国内外でさまざまな考察がなされているが改めて天末を整理してみる何が起きていたのか全仏オープン女子ダブルス加藤とアルディラスーチャディインドネシアペアの3回戦でのこと加藤が自コートに転がっていたボールを相手のコートへラケットで返したところボールガールを直撃危険行為とされ 加藤ペアは失格となった加藤によると今大会で得られるはずだった賞金とランキングポイントは没収他に罰金も課されるというもちろん故意に当てたのではなくボールガールに渡そうとしたボールが運悪く直撃したもの当のボールガールはボールを渡すために相手ペアの2人のことを中止しており斜め前から飛んでくる加藤のボールに気づかなかった 加藤はネット付近にいた別のボールパーソンを避けてボールを打ったその方向にボールガールがいたのは不運だったただ相手がワンバウンドで受けられるようにボールを渡すのがコートでのマナーノーバウンドで飛んでいったのは注意が欠けていたか手元が狂ったか加藤はバックハンドは両手打ちだがこの時は慣れないシングルハンドで打った 恋であったか否かはルールの適用に影響しない相手ペアのアピールでボールガールにボールが当たったことを知った主審は、当人に確認した上で加藤に警告を与えた。グランドスラム公式ルールブックでは、結果を考慮せずにボールを打つことが、ボールの乱用に当たり、ルール、行動規範に抵触するとしており、これを適用したと思われる。主審の判定は妥当だ。 ここで注目すべきは故意であったか否かはルールの適用に影響しないという点だこの行動規範は選手はプレー中を除きボールを打つ際は最大限危険回避に努めなければならないことを示している対戦相手の抗議とボールガールの涙対戦相手のペアマリエ・ブズコバチェコとサラソリベストルモスペインはボールガールが負傷している 血が出ていると主審に訴えたボールガールは涙を流し激しく動揺していたその姿を見た主審は大会レフェリーとグランドスラムスーパーバイザーを呼ぶレフェリーはトーナメントにおける全ての裁定について最終的な権限を持つ役職スーパーバイザーはその顧問的なポジションだ 主審は事態を重大と見て高度な判断を求めたのだレフェリーとスーパーバイザーは加藤ペアに事情を聞きやり取りの後失格が告げられた危険行為すなわち行動規範違反と断定ボールガールが激しく泣いている状況から失格という重い処分になった以下はネチズンのコメントをまとめたものです 結果を考慮せずにボールを打つことが、ボールの乱用、2あたり、ルール、行動規範に抵触するとしており、これを適用したと思われる。主審の判定は妥当だ。まさにこの通りで主審はルールにのっとり警告を発し、加藤選手も謝罪し、警告を受け入れた。ボールパーソンにも怪我の有無と故意ではなかったことを確認し、問題ないと判断した。 ルールブックには必ず失格とまでは記されていないわけですからこの警告で終われば何の問題もなかったそれを相手選手が見てもいないのに必要に抗議したからことが大きくなっただけである一番問題なのは一度主審が警告の判定を下したのに対戦相手からの必要なクレームでそのジャッジを翻したことであるビデオ判定でジャッジを訂正したのならばともかく 対戦相手からのクレームでジャッジを翻すなどどの競技でもありえない審判の権威を著しく損なう結果になってしまったこの記事で書かれていることが事実ならテニスはなんと時代遅れのくだらないルールに満ちたスポーツだということだと思う多くの人がおかしいと思う事象をくだらないルールで正当化するなら伝統という名にあぐらをかいた時代遅れのスポーツであることは疑いようがない 多くの人がおかしいと思うようなことがまかり通るルールなら正しいことが認められるように正しいルールに改正するべきだ違う観点からの意見も述べさせてくださいボールガールという少女を見ましたがかなり若いように感じますコート内には18歳以上の青年男女問わずの配置が望ましいのではないでしょうか 今回とは異なりインプレー中でもボールが飛んできて当たる危険はありますのであのような幼い少女ではもっと速い球がもし当たったら怪我や動揺はもっと激しいと思います今回も青年だったら泣き崩れるほど動揺せず事態に冷静でいられたので花ないでしょうか選手がボールキッズの安全にわざわざ気を使わねばならないキッズは必要なのか そうだとしたら彼らがコートデビューする前に数個のボールが動いていてもそれらの位置を把握できて安全な位置を見つける訓練を施しておくべきなんじゃないかそれができる集中力の高いキッズを登用すべきなんじゃないか自分で自分の身を守る意識があればこんな事態は起こっていないこれの問題点は審判および主催者側が相手選手側の意見を鵜呑みにしたことに問題がある。 公平であるべき側が一方だけの主張を支持しての判定の時点で公平ではない紳士のスポーツとかのたまうのはいいが選手は命を懸けているのだから審判及び主催者もそれに準ずる覚悟を持ってもらいたいベースラインの BP4 名は素人の可能性がありますがネット横の BP は競技者を配置しますボールの管理配球 中継を担う司令塔的なポジションで彼らにボールを返球するのが一番円滑に進みますサーバーサイドの BP はサーバーにトスする業務がありリズム悪いと怒られるので選手から目が離せません当然ボールを持っていればキャッチできませんしボールを持っている可能性が高いですここまで前提 プロなら当然知っているのになぜボール回収に来ていた NBP 目の前にいるをすっ飛ばしあの打感で SBP に返球したのかふに落ちなくて気持ち悪いです動画を見ると NBP が加藤選手の前に来てなんとなくギクシャクとしています私の今の解釈としてはあ君そこに来てもボール返しにくいんだよねポコーンかなと思っています 事前のプレー状況をを含めて、てどなたか腑に落ちちるご意見をお待ちしています。事の発端は加藤選手の返球にありテニス経験者としてあれはありえないものと認識します相手を確認してワンバウンドで返すプロでありノーバウンドなんてありえませんよね彼女の行為は非常に危険でしたもし眼球等に当たっていたら失明の可能性もありえます 審判主催者の判定対戦選手のはずべき手段を選ばない。勝利への執着等々は二の次です。まずは事の発端者の加藤選手の猛省を望みます。